青山だ。今から署に向かう。あ、お願いします。お嬢さんの存在は警察に悟られちゃまずいですから、何が何でもこっちで抑えましょう。ああ、巻き込まれてる感は拭えねえけど、乗りかかっちゃった船だからな、しゃあねえな。うちの組織から圧力かけて青山さんのこと出世させますから。嘘。ならもっと頑張る。おめえんとこの組織ってそんなことできるんだ。わかんないですけど、なんとなくできそうな感じなんで。じゃあ、ネゴしとけよ。あれ？青山さんって出世欲とかってあるんですか？なんつうか、一匹狼的な佇まいじゃん？生きがってるのかと思ってたのに、ちょっとがっかり。青いな、お前は。赤間なのに青いな、お前は。いいか？出世すればギャラが上がるだろう。そうすりゃ新車が買えるんだよ。それだけの理由？組織であぶく銭使ってるやつにはわからねえ感覚よ。まあそうかも。俺らは貧乏人の感覚はないからな。なんだこの胸クソの悪さは。お前ら全員死ねえ。おねんねの時間だぜ。
おねんねの時間だぜ。おねんねの時間だぜ。どこ見てんだ。うひょう。うひょう。どうよ。おれおれ。どこ見てんだ。おれおれ。パンマ。
うわ、くそ、なんだこれ。捜査官、ここだ。早く上がってこいよ。熱く語らおうぜ。赤間でーす。西部ですか？わかりました。無様だろう。全員失敗抑止だ。ざまあねえぜ。なあ、警部補が混入したのか。なんつうかよ、全然イライラが取れなくてな。悩んでも悩んでも、なんで優秀な刑事の俺がここに流されたのかさ。本庁の一線でやってたっていうクソみてえなプライドが邪魔すんだよ。くすぶってたのか。あんたは傷ついてるんだ。
翼をもがれてな。それで抑止になったってことか。その通りだ。この町で抑止になるやつってのは大なり小なり翼をもがれた連中だ。あんたの翼はプライドだ、デカとしてのな。やっぱよ、俺らも評価されたよな。事件ととことん向き合って解決して戻ってきたら状況が変わる。解決することが俺たちの職務のはずだ。そう信じてきた信念がグラグラと揺らいだ。こっちに流されたことで。そりゃ違法捜査してるあんたの問題だぜ。すり替えも甚だしいんじゃねえの。それも理解してるけどよ、全然すっきりしないんだよ。ここの連中に報復しても全然頭痛が収まらない。俺はな、この所長が大嫌いでな。若いエリートがぼんやり指揮するってのが昔からダメだった。こいつは趣味丸出しで、ここに来てあんたらや秘密結社みたいな連中を動かしてやるだけやったら意気揚々と本庁へ帰るわけだ。一丁前の指揮官気取りだ。警部補、あんたにはもうちょっと違う薬が必要だったんだよ。最初から抑止になっても翼は戻ってこねえ。翼？もう戻ったよ。こんなに立派な翼が。抑止になれば翼は蘇る。抑止は最高だ。俺のプライドが蘇ってきた。魂に染み込むぜ。魂が爆発しそうだ。見てんだ。どうよ。
警部補、あんたのおかげで抑止って存在が透けて見えてきたぜ。人間の化けの皮を剥いだら、そこに立ってんのは抑止じゃねえのかって。やっぱ違うわ。どっから見てもただの化け物だぜ。